界に行きたいんだって。タイ、ミラ、ミラ、ちょうど地質標本館の展示ね。うち弱小部だし。心細い、こんなに大勢。すみません。あなた面白いね。私佐伯、ここに負けないぞって思って参加したんだけど、蓋を開けてみたらみんな地学が面白くて賞いると思うけど。え、そんな制度が？募集要項に書いてあるよ。獲物を見つけた獣の顔です。示準化石、この辺の問題は解いていて楽しいです。地質断面図に、いつも部室で一緒だからですね。あと帰り始めてますし、正しい文章をアーからオーから2つ選べ、一気に放出したので。でも参加してよかったです。ここに来て、自分が思ってるより世界は広いんだなって。ああ、慎重的な意味で。でもなんだか嬉しそうです。一歩踏み出して私たちよりずっと大きくなっちゃったわね。じゃじゃーん、早速準備しましょうか。はい。だね、隙間風がひどいからヒーターは欠かせませんし。あ、そうだ、なるほど。じゃあ早速石焼きに使われるデイサイト質溶結凝灰岩探しに。ヒートを用意するとか、あとは辛めのお鍋にして体を温めるとか、どうかなってばっかり。何かお礼ができるといいんだけど。来た。ああ、いろいろ買ってたわね。これを着てると人工衛星。うん、ミラちゃん、この大人の味覚ってことでしょうか。終わったらみんなで星を見ようかと。からなんとなく覚えただけ。何笑ってんのよ。そうだ、そこにいるんです。それにしても元地質犬の私が空を見、一人コレクションをさくらちゃんに編集してもらったの。部活の風景にイベントに、こんなにたくさん撮ってたんですね。大丈夫？うん、キムチ効果も切れてきたわね。私よくそんな短いスカートで。暖房、暖房。あ、これ治水工事の記念碑ですよ。写真引いてお茶屋さんでお団子食べて甘酒も飲みたいです。お様にお願いが届きやすいって聞きましたよ。ほらほら、青さん、前に学校をお休みした時からおかしいなと思ってたんですが、行ってもらえませんか？